ルガールゾンビハンター。どうして、なんでゾンビが急に。うわあ、こんなにたくさん集まってきてなんだかゾンゾンたち、あの通信機に引き寄せられてる気がする。そんな、あとゾンゾンって何。ゾンビたちのあだ名だよ。かわいいでしょ。え、どうだろう。姫路、いつものカンカン。うん、多分そう。仕方ない、接続を切るか。そんな、せっかく脱出できるチャンスですのに、接続を切るなんて嫌ですわ。戦いましょう。通信機を守れば済むことですわ。でも大軍ですよ、守りきれませんよ。安心なさい、この金崎レイ様がいれば。待って、これは聞いた話なんだけど、ゾンゾンは女の子の服に反応する。え、何それ、本当に。多分って。久保田、今は姫路の言葉を信じろ。私は通信を続ける。通信機を守れ。でも服に反応するって。分かった。よーし、ちょっとさゆり、何ですの。明日ない。守り抜くよ、みんな。
ちゃん、ありがとう。どうってことないよ。マヤヤの勘に間違いなし。えへん。マヤヤってやっぱりすごかったんだね。それに上条先輩もマヤヤのことを信頼してるんだ。全然。エナミンたらほんとマヤヤに冷たいんだよ。え、そうなの？ちょっとは信用してくれてもいいのにな。うるさいぞ姫路。上条先輩どうですか？繋がった。こちら ZPF のハンラ、緊急チームを受信しました。そちらの状況を伝えてください。こちら桐作高校、私は3年の上条江波です。学生？この通信は教師にのみ許可されているはずよ。緊急事態です。大量のゾンビが校内に入り込んできました。校舎内に現在私を含め5名の生徒が取り残されています。自力での脱出は困難です。早急な救助を要請します。そちらの要求および状況は了解しました。しかし何ですか？現在島内地域において同時多発的なゾンビの大量発生が確認されているの。同時多発ってこの町のあちこちでってこと？そうよ。全部救援および救助のヘリを向かわせているけど手一本の状態なのよ。すぐには救助に来られないということですわね。そう、加えて周期的に原因不明の強力な電磁波のようなものが発せられているのに。電磁波？そのため思うように救援のヘリが出せなくて電磁波の影響を受けにくいドローンによる物資救援を送るわね。それでもそのこっちでちょうだい。いつまでですか？いつまで、いつまでなんですか？ダメだ、途切れた。さゆり、どうしよう。大丈夫だよ、リサ。救援物資は来るんだ。それまで、5人で力を合わせて耐え抜けば大丈夫。うえ、それ本気で言ってるの？ゾンゾンの大群が珍しくてもこんなところにいつまでもいるなんて嫌。ヒネシ、諦めろ。アキハの言う通り、絶望しても仕方がない。生き抜くことを考えなければ。当然ですわね。死ぬなんてありえませんもの。さゆり、私生き抜こう。新しい武器発見。一人で行かせられないでしょ。アキア、頼んだ。はい。
丈夫だよ、リサ。ゾンビなんか蹴散らして荷物すぐに持ってくるから。うん。じゃあ行ってきます。アキア。え、何ですか。エナミさん、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。それにあんな大きなコンテナの荷物一人じゃ運べないでしょ。うん、まあそれはそうなんだけどね。じゃあ二人で協力してまずはゾンビを片付けよう。ち、マヤヤの警告が。雑魚ばっかり飽きた。私たちは負けない。激レアゾンゾンだよね。まだまだ行くよ。激レアゾンゾンだよね。まだまだ行くよ。こんなところでやられないよ。ちょっと疲れちゃった。今の激レアゾンゾンだよね。
激レアゾンゾンだよね。トン、ちょっと今の激レアゾンゾンだよね。ちょっと疲れちゃう。ちょっと疲れちゃった。コインを打て、今の100点マスまだまだいくよ。コインを打てないのかね。これでよし。まだまだいくよ。行くよ。気持ちいい、それそれ。どうぞ。今のまだまだ行くよ。コインは行けないのかね。当たって、今の100点これでよし。よし、これで救援物資が回収できるね。じゃあ早速中を。結構いろんなものが入ってるね。食料と武器と弾と、あ、着替えもある。しょうがないか。で、どうやって持って帰る？コンテナごとはどう見ても無理だよね。なんとか下駄箱のとこまで押していけないかな。はっ、いや、はあ、やっぱり無理か。ちょっと面倒だけど、何回かに分けて中身を持っていくしかないね。オッケー。じゃ、ゾンゾンがまた来る前に終わらせちゃおう。じゃあマヤヤが食料を持つから、ソユリンは武器の方をお願い。わかった。はぁ、重い。小分けにしてもこれだけ重いんじゃ、いつまで経っても運び終わらないよ。やっぱり誰かに来てもらおうかね。マヤヤちゃん、あれ、マヤヤちゃん、まさかゾンビにさらわれたんじゃ。マヤヤちゃん、どこ行ったんだろう。姫路には気をつけろ。え、それってどういう。今姫路は何か企んでいる。あいつはそういうやつだ。まさかエナミさんが言ったみたいに。あ、これで食べ物はマヤヤのもの。ここに隠しといて、後でこっそりと。うひひひひひ。あとはゾンビに襲われたふりをしてみんなのところに帰れば。見つけた、マヤヤちゃん。ち
底に足跡ついてたよ。しまった、足跡まで気が回らなかったわ。マヤヤちゃん、食料独り占めしようとしてたの？うん、そうだよ。なんで、なんでそんなことするの？今はみんなで助け合わなきゃ。別にいいじゃん。だってマヤヤ生き残りたいもん。生き残りたいのはみんな一緒だよ。だから分け合って助け合って、分け合って助け合って、それで他人が助かってもさ、自分が死んじゃったら何もならなくない？マヤヤちゃん、何を言ってるの？サユリンだってさ、一番大事なのは自分が生き残ることでしょ。それは私だってもちろん生き残りたいよ。でもさ、みんなにも同じくらい生き残ってもらいたいよ。なんで？当たり前でしょ、仲間なんだから。仲間？マヤヤ、そんなのになった覚えはないけど。ああ、もうどう思われてても私にとってマヤヤちゃんは仲間なの。何それ、勝手に決めないでよ。わけわかんない。しまった、また集まってきちゃった。もうこれはマヤヤのもんだかんね、誰にもあげないから。私たち全員飛んでけ。これでよし。あと30秒。
ちゃん、どうしたの？さっき体ひねった時、足くじいちゃったみたい。本当？ちょっと見せて。手当てするから。あ、大丈夫だよ。こんくらいなんでもないから。ダメ、いいから見せなさい。これでよし。どう？歩ける？なんとか歩けそう。よかった。ありがとう。どういたしまして。ねえ、さゆりんって変だよね。え？何が？だってさ、人のこと助けて何の得があるの？得とか損とかそういう理屈なんかはないよ。困った時は助け合うのが当たり前でしょ。よくわかんない。さて、じゃあこの食料運んじゃうね。うん。うわ、結構重い。こんなのよく一人で運べたね。マヤヤちゃん、見た目より力あるんだな。サユリンってやっぱり変なやつ。でも、新しい武器発見。クールガールゾンビハンター。遅かったな。救援物資はちゃんと持ってこられたか？まあね。さゆり大丈夫だった？怪我してない？うん、平気だよ。大丈夫大丈夫。アキア、姫路は？いいえ、マヤヤちゃんちゃんと物資を運んでくれましたよ。そうか、ならいいんだが。何？行ったみたいですわね。なんか今までのゾンビとは違う声だったみたい。私ちょっと様子を見てくる。あ、ちょっとさゆり。マヤヤも。姫路、偵察なんて面白いものでもないでしょうに。物好きですこと。ここに入ったんだと思うけど。ゾンゾンが図書室に用事とかなんだろうね。まさか勉強？あー、出た！な、何あいつ！四つん這いじゃなくて上半身が二つあるの！人間の上半身を切り離して二人分をつなげた。こんな感じかな。どこのホラー映画？やば、こっちに来る。動きが速い。ちょっと、あっちにも出てきた。一匹だけじゃないの？倒すしかないね。もうしょうがない。行くよ。雑魚ばっかり飽きた。行くよ。どいたどいた。まだまだ
だ行くよ。ははまたゾンゾンだ。これでよし。貫け。まだまだ行くよ。マヤヤの後ろに立たないでね。コインはいけないのかな。まだまだ行くよ。